ホワイトアッシュのボーカルギターをやってるのび太と言います。よろしくお願いします。もう今回10月にライブオフとかありますが、はい、イベントの意気込みをお願いします。はい、そうですね。でもあの今回岡本ずとあとビッグママとでなんかこうこの組み合わせでやるのはなんかなかなか珍しいなっていうのがあるので、きっとなんかすごいいいなんかこう化学反応じゃないですけど、そういうなんかその日限りのなんかあの楽しいイベントになるんじゃないのかなっていうのはすごく今からあの楽しみです。はい、皆さん大阪のお客さんとかはどうですか？大阪のお客さんはやっぱなんかこうパワーがすごい あるなっていうので、なんかこうライブ、ね、して途中に喋る MC の時とかでも結構なんかわーっていろんな伸びたそういう声あの声をかけてもらったりとか、あとはなんか僕がちょっとねこう喋る内容がちゃんとなんかこう面白くないとなんかすごいあのトークのなんかあれがあれですなんかすごいこう審査がね入るんで、ね、ちょっといつもねドキドキしながら大阪ではライブやってますね。大阪久しぶりですか？大阪はいつそう、そうかな、結構久しぶりですね。はい、大阪行ったらいつも食べるものとか。大阪でもあれですね、こうなんだろう、お好み焼き、お好み焼きとかたこ焼きとかそういうのは結構いつも行ったりしますね。はい。美味しいですか？美味しいです。なんかあれじゃないですか、こう東京の方で食べるたこ焼きと向こうで食べるたこ焼きってやっぱその味自体もそうですけど、その本場で食べてるっていうその空気感も込みでなんかこう美味しいっていうところありますよね。今回のイベントで、はい、来てくれるファンの皆さんに、はい、メッセージをお願いします。はい、もう本当にね最高のイベントになること間違いなしですので、10月2日はぜひ、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。